福寿寺は、三重県島市磯部町五地の河地集落にある、総当州の仏教寺院。磯部町五地は、平家の落ち伝説の残る地域であり、その証拠として、平家の赤旗内市は、五地の赤旗と呼ばれる旗を、福寿寺が所有している。三号は、次元山。総当州永平寺派に属し、戸橋にある、上安寺の末寺である。本尊は、 聖完全音菩薩であり、室町時代の作である。境内の面積は168坪、1960年代の新徒数は260人である。中世までのごち村には、集落の方々に岩いやい道があったが、法暦2年にこれらを統合して混流したのが次元山副寿寺である。統合の年が法暦2年であるということを明記した文書はないが、 福寿寺に残る最古の過去帳が法暦2年であること、本堂の屋根の胸木に法暦2年だてこれと刻まれていることから推定される。次元山、福寿寺とも名前の由来は不明であり、御ち村の中にあった世や道の一つから名前を継承したのか、根竜寺に新たに命名したのかも分かっていない。また、本尊の聖観世音菩薩像は室町時代のものであるが、 福寿寺創建まで、どこで安置されていたのか明らかでない。会期は、天音英巡行である。近世を通じて自覚は、平蔵地であり、歴代住職は、朱座などの地位にあった。明治時代に、廃物希釈の危機を乗り越え、本寺である、上安寺の25世、山和直の天山権流が改めて解散し、上安寺から山和直。 松山梅樹が福寿寺の住職として着任したことで、自覚が法置に昇格した。これは1875年5月のことで、これを中高とする。法置昇格記念と思われる、総本山の永平寺漢樹、小賀の玉木景の筆による、次元山の字が本堂前に掲げられた。同年、学生発布に伴い、高知学校が福寿寺に置かれた。中高二世住職は、 和久村の龍多満と兼任であったが、三世以降は、先住の大和なが住職を務めた。2003年に本堂の改築を行い、当時は住職がいたが、2019年現在は無住事となっており、地域住民が管理している。2019年6月27日に、テレビ、東京系列で放送された、田川恵比寿の旅バラ内の企画。 ローカル鉄道寄り道旅にて、田川陽介、恵比寿よし間野え里奈の三人が福寿寺を訪れ、平家の赤旗を鑑賞した。如来傾座像掛け仏は、木造の掛け仏で、県務三年の名があり、三重県指定有形文化財に指定されている。指定日は1996年3月7日、円盤形の表面に半肉彫りの如来傾座像を釘で留めたもので、 全体に彩色が施され、像は、黄土色で塗られ、墨で、目や眉などを描いている。如来像の中で強襲しているものは珍しく、混同性が多い掛け仏の中で、副寿寺のものは木造であり、これも珍しい。これらの珍しさに加え、制作年代がはっきりしていることから文化財指定を受けた。ただし、名の兼務3年は、制作年代ではなく、 奇心年代など、別の年代である、可能性もあり、鏡面と座像が元来別であった可能性もある。なおこの掛け仏は、熊の権限者で、阿弥陀如来として崇拝されていたものであり、副寿寺のものではなかったとされる。揚げ長門のお家には、平家の落ち度伝説がある。伝説によれば、樹栄の乱を打ち延びた兵士は、伊勢国渡来軍の勝負池にたどり着き、 さらに山を越えてゴ地へやってきて、余生を過ごし、今も、なお子孫が続いているという。この伝説を裏付けるものとして、平家の赤旗、または、ゴ地の赤旗と呼ばれる旗が二流残されている。制作年代は、南北朝時代から戦国時代にかけての動乱期であり、平家の子孫が勢力を誇示するために制作したと伝えられる。旗は朱色で塗られ、素材は剣白である。 この旗は普段一般公開していないが、島市歴史民族資料館で開かれた文化財展で2018年3月に公開された。平家の赤旗のうちの一流は、アマテラス皇大臣、カスガ大明神、八万大菩薩と神仏の名が書かれている。アマテラス皇大臣が中央に一段高く書かれ、その右側に八万大菩薩、左側に春、日大明神と書かれ、 長さは99.9センチメートル、幅は36.4センチメートルであり、下半分は失われている。平家一族が信仰する五福島明神や熊野三山の神仏ではなく、敵である源氏の信仰する八幡大菩薩、藤原氏の氏神である春、日大明神の名を旗に掲げているのは一見すると謎であるが、磯部郷土氏では、 八万大菩薩を、武運長久を願った者、春日大明神を、日本中で広く知られた神であるためと解釈している。もう一竜は、長さ2.5メートル、幅36.4センチメートルで、平家の家門であるアゲハチが2匹描かれている。アゲハチは、旗の上下に配置され、上の蝶は左向き、下の蝶は右向きに描かれている。この二竜の旗は、 ごちの赤旗の名称で2004年8月23日に、島市の有形民族文化財に指定された。寺具として、神金を保存している。高校遺品としてごちの住民が発掘し寺に収めた、弥生時代の石符1点と、高石2点、石符と見られる石片1点を所蔵する。また2003年まで古代の狛犬を、境内の観音堂で安置していた。うち1体は、 狭間村の森川金六郎が、文政十二年中秋吉日に制作したもので、阿うの、あ行、残る四体は制作者、年代不明で、阿うの、運慶をしている。1965年頃に、観音堂に収めて、以降長らく非公開であったが、2003年の、本堂改築の際に、磯部町立郷土資料館へ帰宅され、道館で公開された。 近鉄島線後地駅から北へ約500メートルのところにあり、徒歩で約10分かかる。自動車利用の場合、伊勢自動車道伊勢西 IC から約50分である。ありがとうございます。